語る、珍兵器。こんに珍兵器、解説のさぎりだ。こんぱんちゃんドラム、聞き耳の鬼はそんなに振らない綾野だよ。無事ワクチン接種を終えたり今更ウマ娘にハマったりしてたら随分時間が経ってしまったな。現行のストックがなければ投稿ペースがまた落ちるところだったよね。さて、こっちはざっくりで語る方なので早速解説に入ろう。話題の転換もざっくりざっくり。というわけで、まずはこちらの珍兵器だ。ベインズ、バット無敵翼グライダーだ。イギリスのスリングスリー社が開発したので、呼び名の頭にスリングスリーがつくことがあるぞ。プテロダクティル以来の英国製ブーメラン型航空機じゃん。これは1941年にLE ベインズさんが無敵翼機の研究のために設計したグライダーで、最終的にはこいつで戦車を空挺輸送するつもりだったらしい。なんか日本やソ連も似たようなことしてたよね。まあみんな考えることは一緒ってことよ。1943年には3分の1スケールの全木製試作機が試作され、同年7月には試験されたぞ。ちなみに戦車を運ぶことに定評のあるハミルカーグライダーの初飛行は1942年3月だよ。この試験自体は成功したものの、搭載に適切な戦車が存在しないことから計画は中止されたぞ。テトラークとかじゃダメだったのかな？それハミルカーグライダーなら普通に搭載して運べるんすよ。あさっし。またグライダー一体型の戦車よりも、戦車をはじめとした重量物を格納可能な重グライダーが好まれたことも要因だったらしい。その方が汎用性高いもんね。しかし製作された試作機は、その後も無敵翼機の研究のために利用されたんだ。転んでもただでは起きないのマジ英国。その任を全うした後は1946年に余剰品として売却され、1958年までは解体されずに残っていたらしい。下手な正式兵器より長生きしてるの強い。お次はビアフラ戦争中のナイジェリアで作られた、ユニバーサルキャリアを改造した APC だ。いや無理させすぎでしょこれ。足りぬは工夫が足りぬとは言うが、工夫したって足りないもんは足りないってことだな。そんなに物資がなかったの？まあビアフラ戦争とは呼ばれるものの、実態はナイジェリアで起きた内戦って感じだからな。あさし。そして XM800 装甲偵察車だ。これは1970年代にアメリカ陸軍が開発していた装甲偵察車の開発計画で、FMC 社による早期車両である XM800T とロッキード社による6輪の双輪車両である XM800W があったぞ。車輪がついてるってことは W 型の方だね。ご覧の通り車両前方がねじれるようになっており、不整地での走破性を大きく高めていたぞ。また浮上航行能力もあったそうだ。なんかカマキリの頭を彷彿とさせるひねり方だね。しかし相方ともどもすでに運用されていた M113 や M114 を超える性能を発揮できなかったため、採用されることはなかったようだ。試作珍兵器、既存の兵器に負けがち、あると思います。なお装甲偵察車の開発計画自体は同時進行されていた歩兵戦闘車の開発計画と統合され、後に M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車及び M3 ブラッドレイ騎兵戦闘車の開発に繋がったらしい。次に繋がったからよし。続いてリビアより、VT55A 戦車回収車の上に撃破された BTR60 を乗っけた応急装甲戦闘車両だ。よって55に乗っけたって言われるからなんでそんな火力が下がる真似をって思ってたけど、T55 ベースの戦車回収車に乗っけてたんだね。ちなみに VT55A は操縦席ハッチ周りなどの構造が T55 とは異なるので、その辺で判別できるぞ。なるほどなぁ。またリビアではこの手の戦車回収車ベースの装甲戦闘車両が他にも色々作られているようだ。回収車より正面戦力が求められてる感じだね。あるいは、回収する戦車がなくなってしまったのかもな。普通にありそうな冗談はやめるのだ。でもってシリーズ恒例、機銃搭載猫車だ。人力テクニカルのギャラリーがまた1ページ。例によって積んでる機銃がダッシュ系っぽいことと、シリアで使われたこと以外はさっぱりわからん。いろんな意味で外に異常の情報がないのでは。それはそう。そしてこちらはバズーカベスパならぬ RPG スクーターだ。シェフの気まぐれ即成兵器じゃん。やっぱ中東？それともアフリカ？ウクライナだそうだ。おお、クリミア半島の時ね。まあご覧の通り三輪のカーゴスクーターの荷台に木材とかで作った台座に、テープで束ねた RPG22 対戦車敵弾発射機を搭載しただけの車両だな。自走砲どころかテクニカルと呼んで良いのかすら悩む雑さ。搭載方式の関係で対戦車攻撃に使うとは考えがたいので、榴弾を使って火力支援を行うと考えられるぞ。対戦車攻撃に使うなら多分普通に構えた方がいいもんね。
なお RPG-22 は使い捨てタイプなので、リロードとかは、その、もはやジェネリック化注射ロケットじゃん。それから新型エンジンのテストをするために、機種にターボプロップエンジンを搭載したアブロ、リンカーン G37-1 だ。お花が長いのね。なおエンジンを増設した理由は、トラブルが起きた際に元のエンジンを作動して安全性を担保するためらしい。やはり英国面は安全第一。テストの結果は実に良好で、特に機種のエンジンだけで飛行することに成功したぞ。成し遂げたぜ。その上搭載エンジンすべてを作動させると、原型機より時速にして100キロ以上速くなったそうだ。やったぜ。最後にポテ、75だ。1950年代のフランスの軽機上攻撃機だぞ。座席の格差がでかすぎんだろ。機種の座席は各管制担当者が、上側の座席には操縦士が座るぞ。もしかして景気が信用ならないから操縦士が風を感じたい感じ？戦後の機体だからそれはないかな。そもそもこの機体は優先誘導対戦車ミサイルのノール、SS-10 の発射プラットフォームとすべく設計されたものだ。機体自体は推進式のプロペラを装備する全金属製の双動機であり、前輪式の固定降着装置を持っていたぞ。まあまあユニークな構成してるね。なお操縦席には後に風防が取り付けられて居住性が増しになったり、ミサイル操作員席もレイアウト変更がなされて視界が改善されたりしたようだ。じわじわ改善されてる感じだね。その割には印象あんま変わんないけど。武装は機種下部に4艇の 7.5 ミリ機関銃を備え、主翼下面に8発のミサイルまたはロケット弾を喧嘩することができたぞ。攻撃機としては申し訳程度の機銃だ。というわけで本機はフランス軍によりテストされたんだが、ミサイル用プラットフォームとしては不満足であることがわかったぞ。ダメじゃねえか。よって軽攻撃機に仕様が変更され、アルジェリア戦争でテストされたようだ。やったぜ。幸いこの任務では有用性を発揮し、1956年に15機の先行量産型と100機の量産型が発注されたぞ。成し遂げたぜ。しかし軍事費削減の煽りを受け、この発注は翌年にキャンセルされたそうだ。やっぱりダメじゃねえか。そんなポテ、75は1957年5月のパリ航空ショーで展示され、後に連絡機として使用されたが、1958年9月16日に不時着事故を起こして廃棄処分されたぞ。どうにもパッとしないねこの子。さて、今回はここまで。珍兵器の詰め合わせ、いかがだったかな？紹介したいネタを消化しようとすると、その過程で紹介したいネタが増える。これが永久期間ですか？では、また次の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。今回のファンアート紹介コーナー。まずはカラクシさんからの作品だ。今日もユリ栄養の時間だよサギリン。栄養言うな。お次はネムスさんからだ。ソビエトロシアの試される大地を感じる。珍兵器を語るときはね、誰にも邪魔されず自由で、なんというか救われてなきゃダメなんだ。奇抜で、静かで、豊かで。最後は短尺炭さんから2点いただいたぞ。これで私も無敵ってわけよ。私もそっちが良かった。というわけでありがとうございました。いただいたファンアートは特設ページにまとめてあるから、ぜひそっちでゆっくり鑑賞していってね。